えとさっき話したただでは倒れない彼のまた話です <laughs> さっきの話した人と同じ人ですえー、ある年のお盆彼はその時地元に帰ったんですで地元の幼馴染の友達にこう電話し,しゃべったら、まあ、その友達も帰ってきてからじゃあその友達にして遊ぼうっていうことになったその友達って まあ地元に住んでないから、まあこの家って普段空き家になってるんですで。この家って自分も昔からもう何十回何百回と遊びに行った家だったんですね。家に行って遊んでると具合が悪くなってしまった。で友達は、お前ちょっと休んでろよって言ってくれて、で、今のソファーでこう自分は横になった。で友達はその後、おちょっと買い物行ってくるから休んでてって言って家を出てって、自分は家に一人きりになった。 不意に玄関近くの部屋から声がした狩曰くん、多分3歳くらいの子供だと思うんですけどそのくらいの子って「にゃー」とか「わー」みたいな,なんかテンション高い時に言葉にならない声を上げるじゃないですかあんな感じのが聞こえて「あれなんで子供いんのあいつ一人じゃないの?」って思ったんですけどお盆とかでまあ誰かの子供がいるのかなって思ったんですけど しばらくすると、友達が帰ってきた。自分は具合が悪くて目をつぶったまま横になってた。すると、廊下からパタ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 って歩く音がする。誰かが部屋に入ってきた。すると入ってきた誰かは、ねえ、まるくんにあれ見せてあげるんでしょこの声は、この友達のお母さんの声なんです。でお母さんは、 自分越しに、そう友達に声をかけてる。ねえ、〇〇くんにあれ見せてあげるんでしょあのビデオ見せてあげなよ。あのビデオ見せてあげるんでしょ何一体何のビデオだろうあのビデオねえ、〇〇くんに見せてあげなよ。あの、お化けが映ってるビデオ。 何見た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 ボーって彼が飛び起ける友達はおおなな何何ってすごいびっくりしてるいやいやお前何よってお前今お母さんと喋っここで彼は気づいたんですすでに彼のお母さん10年以上前に亡くなってんですあこれ来たって思ったきっと友達のお母さんが俺に何かを伝えようとしてるそこで彼は あのさ、お化けが映ってるビデオを持ってんの何言ってんだお前。即答された。いや、なんかそういうの持ってたりしないかなって、なんかそういうの。でよくよく話を聞いてったら、あ,あ、そういえば昔変なの撮ったわ。彼思い出したんです。かつて、VHS-C っていう企画の映像の記録媒体があった。 で、その頃友達は今で言う車載映像を撮るのに凝ってた。で、早朝家に帰ると家の敷地内に〇〇市役所って書かれた地元の市役所の車が止まってた。なんでこいつらこだわりもなく勝手に人と勤めてんだ。で、彼は後で文句言ってやろうと思ってカメラ回してた。で、車のナンバーとか撮ってたんです。で、ふっと運転席映すと運転席に 作業服の下にワイシャツを着た男が座ってる。あ、なんだ、人いるじゃん。で、ふっとカメラから目を外して運転席を見る。いない。あれって再びカメラを向ける。やっぱり運転席に男が一人映ってる。目を外す。肉眼で見ると、やっぱり誰も座ってない。なんだこれ彼は怖くなって家に飛び込んだ。なにそれ、超見たいいや、もう、どういったかわかんないし。 今 VHS-C って見るのすごい大変じゃないかって。いや、探してくれお前それ。でも、映ってる映像ってそれだけ見ればただおっさんが座ってるだけだぞって。いや、そのおっさんワンちゃんつけたりしてるかもしれないだろ。で、その後彼が確認したところ、友達はもしかしたら逆だったかもしれない。でもつまり肉眼では見えるのにカメラでは映せない。ただですよ、それにしろ、やっぱりビデオが発見されたとしても、 誰も座ってない運転席を映して恐怖に震えてる友達が写ってるだけなんですよそんなわけで、えー、現在このビデオ鋭意創作中だそうですえー、あのビデオという話です